伸縮棒式、ロードセル表面に歪み、ゲージが貼られている、圧縮ロードセルダブルベンディングビーム式、ロードセルロードセルとは荷重を電気信号に変換する装置。荷重変換器とも呼ばれる。バネ式、圧電素子式、磁場式、静電容量式、ジャイロ式、歪みゲージ式などの形式がある。歪みゲージ式では、木歪み体と呼ばれる。 男性体に歪み、ゲージに貼り付けられた金属箔が微小な変形により伸縮して断面積が変化することにより抵抗値が変化する。この変化は荷重に比例するため抵抗値の変化から、気歪み体に加わった荷重を算出することができる。内部の歪みゲージは、ホイートストンブリッジを構成するように結線されていて、微小な電圧の変化を検出でき、 200ml の低容量から 20ml クラスの高容量までの製作が可能である。ロードセルの主な使用項目に定格容量がある。定格容量とは、負荷荷重に衝撃係数などを考慮した値で必要とされる分解能、強度、測定精度を満足するように選定する。一般にロードセルで試験対象となる特性としては、負荷特性、 クリープ特性、温度特性、電気的特性、疲労特性、四隅誤差、固有振動数などがある。ロードセルに品質については、各国で独自の規格を設定し性能検査を行っている。日本の計量法では独自の規格を設定していないが、性能試験方法として、JIS や j メートルフ、日本計量機器工業連合会の ロードセルの性能試験方法で規格化されている。また、はかりに使用するロードセルを対象に、オイムルでは、ロードセルに関する軽量法上の規制という国際勧告を制定していて、各国の規制は、この勧告と整合性を持つようになっている。ありがとうございます。